一冊だけ読んだら最後の追い上げだ。やべえ、やっちまった。水飲んでこ。あ、私コーラ。わかったよ。まだ3日もあるから大丈夫か。なんでお前がここにいる、エリリ。で、改めて聞くけど何しに来た。男ん家に来てガチの18禁原稿を書いてんじゃねえよ。しょうがないでしょ、こっちは毎月締め切り抱えてる身なんだから。んなもん自分家で書けばいいだろう。ぐえぐえ。それで今日はどうしたんです。むしろ来るべき日が来たという。我が家ではお客様に心からのおもてなしと安全なご帰宅を保証いたしますから。別に無理することなんかないじゃない。歌は先輩、そこまで言うのならもう止めない。好きにやってみなさい。ありがとうございます。休み明け楽しみにしてるわ。任せてよ。あ、それからついでにもう一つ。え？自転車も隠しておくべきだったわね。あ、いや、そこで呪いの言葉を吐くくらいなら隠れなきゃよかっただろう。いかんいかん。って、丸一日無駄にした。終わるのかな、俺の夢。ここで始まって、ここで。このままでいいか、なんか久しぶり。また会えたね。カトン。だから頑張って、トモヤくん。私を誰もが羨むような幸せなヒロインにしてね。ああ、約束する。とうとう巻き込まれちゃったわね。まだ企画書完成してないし、明日までに仕上がるかわかんないし。Beep.